金と銀の折り紙を八等分に切って横に置きます。中心線を決めたら上下を折りましょう。またその半分に折って宝石に見立てたキラキラの小さく切った紙を間に挟みます。挟んだらおよそ宝石の半分の位置で折り曲げて両端を三角に。 折り線をつけましょう。広げて、折り線に合わせて中に折り込みます。ここがちょっと難しいかしら。はい、できたら白い部分を隠すように上下を折り込みます。 広げて中に指を入れて広げると宝石が大きくなりますよあとは自分の指のサイズに合うように丸めてセロテープで留めましょうほら素敵な宝石の指輪ができました